バン真一郎のここで物言いです。この番組はフリーランスアナウンサーで大相撲取材歴が40年を超えましたでしょうか？はい、にもなるというバ、えー、ン真一郎アナウンサーが場所ごとに、えー、その都度思ったことを勝手に述べる自習番組でございます。バンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい ということで、結構荒れたと言っていいでしょうか。はい、この名古屋場所は。そうですね。はい。えっと、まあ、白鵬がね、はい、あの終盤で、まあ、右足の。あの親指の、まあ、骨折したのかどうかが、ちょっとはっきりしませんけども。はい。ええ、というようなこともあって、崩れましたでしょ。はい、で、それから、あの早々と鶴流が休んでしまったし。そうですね。えそれから、大関の琴奨菊も途中休場と。はい。いうこともあって、まあ、豪栄道も、まあ、越しと。はい。 おいうようううよなこととでテールもギリギリと、うん、そうそう、ね、ちょっと黒星進んでっていうとシーンもありました、ね、ありましたからね、はいえー、そんなこともありましたからね、えー、まあ結果的にはまあ逆に言えば稀勢の里が横綱になる絶好のそういう意味では条件は整っていたわけですよ。<laughs> そうそうですがなんていうかあ低いハードルが下がったそ <laughs> そうそう言いましょうかうんところがねやっぱりこういうところで勝負弱いっていうのが出ちゃうん ですかね、木北の里ね。松宝山なの,の一番なければっていうところですかね。うん、まあそれはありますけどね。はい。まああのただ、えー、やっぱりこれ今までも全部そうだったじゃないですか。この前の二場所三場所についてもね。はい。やっぱり大事なところで平幕相手にポロッとこぼしたりね。あの自分よりあの下の相手に負けたりするようなことが。あ、先場所は取りこぼしなかったんですか。あ、先場所はなかったですけどもね。はい。ははい、えー、でもそういうことがあったじゃないですか。えー、大事な場所でね。今まで,はい、今までね。はい、えー、ですからまあ。 あのー、これが千代の里なのかなって正直ね、ええ、そんな感じは受けま,したあまあでも松鳳山の変化がなければ、うん、あれ勝ってれば2敗ですから土、はい、長山には仕方ないとしても「春間富士に負け」はい、まあいい線いったんじゃないかとは思うんですけども。 まあ、でも、あの、来場所繋がりましたので、一応12番勝ったのでね。はい。で、準優勝ですから。内容は悪くなかったんです。そう。準優勝3場所を続けたという形になりましたから。はい。ええ、まあ、来場所、でも、やっぱり優勝はしてほしいですね。うん。あの、優勝なしで、横綱になって、まあ、北尾じゃないですけど。はい。あの、そうすると、あんまりいいことないような気がする。んでね,あそうですね優勝は必須という気はしますね。ね<え>。はい。あの、だから、それだけは頑張ってもらいたいというふう、はい、には思いますけれどもね。はい。うん。 あとはやはり大関陣がちょっともうちょっとしっかりしてくれないとまあ規制以外がねあ規制の里以外がちょっと残念な感じじゃないですかまあてるけがはねあれですが、はい、まあ豪栄道ですか、うん、負け越しまたカド番ですねカド番と、はい、あのカド番抜け出しを行ったり来たりですね。 勝つと言っても、大勝ちするわけじゃなくてね、ええ、優勝争いに絡むような感じなら、まだいいんですけど。負けたって一回ぐらいじゃないですか。そう、大ざもんなんですよね。ですから、まあ、かつての訓読大関っていう言い方ありましたけど。ええ、言葉きつく言うと、八七大関ぐらいになってるわけですよ。うん、すれすれです、ね、からね。はい、ええー、えー、ライブそう、頑張ってもらいたいと思います。それから、そうですね、あの、三章に上がった力士はね、はい、あの、みんなよくや。って だと思いますね。どうしたんですか、今場所4人も該当者がいて。えー、あのう、渋々だった三賞委員会が <laughs> 今日、今場所だいぶ奮発しましたね。ねあ、まあね、あのう、ー、確かに。えー、勝って当然という人間が、はい、あのう、勝ち星を残しても、はい、ここのところはですよ。三賞、えー、にならなかったわけです。三賞取れなかったわけです,です、ね。けれどなぜっていう感じでしたが。えー、さあ、今場所に関して言えばね、今場所って、この名古屋場所に関して言えば。はい、まあ、高安にしても、まあ、よし。 風もちょっとこのもうちょっと本当は上の方でいいんですけれども、まあはい、高安にしても義風あるいは宝富士にしてもですね、はいえー、こういったタイプのお相撲さんはあまあなんだろうねそんなに高く評価されてないってことなのかもしれないですよね、うん、逆に言えばね。だ、うん、だからこれれけ大勝ちすれば を三勝やるじゃないかっていう風になったのかもしれませんけどまあ一頃の阿波錦みたいなもんです。うんうん。ちょっとは外じゃもらえないみたいな。そうそう。まあでも金星取ってますからね。えそれなら言えますね。いや宝くじは力ありますよ。私はあのもう一年ぐらい前からね宝くじ宝くじって言ってたんですけどねなかなかその期待に応えてくれなくてねちょっと残念な感じは。金星はねあのインタビュールームに来る機会もかなり多かったですね。はい。ですから阿錦のこあの伝言を毎回のように言ってましたが。本当にね。はい。 あの、栃ノ心と負け越しちゃいましたけど、栃ノ心と宝富士っていうのは私が隠れた。あの、なんていうんですかね、プッシュするお相撲さんなんですけど、あ<ー>力あってね。はい、やっぱり、なかなか思うようにいかないですね。栃ノ心、残念でしたね、六、ええ、勝九敗。は終盤、ちょっと頑張りましたけど。はい、で、やっぱりね、今場所、なんといってもね。あの、うん、寂しかったのは。はい、やっぱり。 アミニシとそれから豊ノ島という二人がね,がねこの二人今もう人気力士ですからす、ね、この人気力士が初日から救助アミニシキはとにかく初日から救助というのは初めてだそうですからまあまあね、戦線場所の大怪我ですからこれをちょっと致し方ないなと、うん、あのやっぱりアキレス腱切っちゃってますから二人ともね、はい、まあしょうがないのかしかもね、あのお年ですからねね知れませんけれどそれがやっぱり寂しかったですね、はい、ただそれをこう埋めるような感じで三丈海がね あのう、巻き越しましたけれども、はい、やっぱり、まあ、お隣の県というか、長野県出身ということもあって。ええ、歓声がすごかったですもんね。うねもう遠藤に匹敵するかぐらいの感じでしたからね。はい、名古屋一番近いですか。ごと、はい、あのお里に。そういうことですね。はい、もう。遠藤の声援を超えていたかもしれないですよね。三嶽海はね。はい、あの名古屋場所については。てね、そうですね。はい、ええー、というところですかね。今場所の、まあ、あとは、あのう、ー。えー、私。 まああの TBS の放送席なんかで見てることが多いんですけれども、はい、行きましたらね、長峰さん、長見さんネタ情報、はい、長峰さん、最近これ恒例ですね、はい、長峰さんネタ、さん情報またね、あの一泊で帰ったんですけれども、長さんね、さすがに一泊したわけですね、一泊して帰った、日帰りではなくてね、ですから二日間見てたわけですよ、はい、でやっぱりね石浦なわけです、ああ、石浦がやっぱりあの序ノ口に勝った時のその優勝インタビューっていうかね、ええ。 これが素晴らしかったというので、ええ、それ以来ずっと石浦を追いかけているとはい,、はい、ういうことだったんですけれども、ええ、まあ今場所残念ながら今場ずっと苦戦し越し,、えー、してしまったので、ねはいえー、ちょっと残念ではありましたけれどもねやっぱりそういうふうな応援の仕方っていうのはありますよねずっともうジョニーダウン三段目負けしたとこういう具合にあ力つけてきたなとかね、うん、あこんなところがいいなとかっていうふうなそれがやっぱりお相撲ファンだと思います。あと多かったのは、はい やっぱり今場所、特にまた感じましたけど外国人観光客っていうっていうのか外国人の、はい、あのお,お客さんが多かったですね。いですねそれもツアーだけじゃなくてね、はい、もう本当に家族で23人できてるっていう感じがすごく多かったですよもかわいそうになりますあの末席に外人4人とか見るとら、ねえー、足長いから。 これやっぱ九州場所だったりするとねもう本当に狭いあ九州の方が狭いんですか九州狭いですよ僕両国一番狭いんじゃないかと思いますあ両国ね、えー、ああそう言われればそうかな地方場所の方が若干広い感じがしますああそうかもしれないですね、はい、そう言われるとね、えーうん、まあどっちにしてもあのなかなかきついですよ、はい、あの正座するのはとても無理ですしあぐらかくっつってもこれもなかなかきついんでねそうでですね、えーえー、でもやっぱりあの 外国の方が応援して、えー、するようになったっていうことでねまああ,ある意味あのー、なんていうのかな明るくなりましたよね<ー>土俵がねそういう感じはしましたなるほどはい、はい。あちょっと重量の話出ましたが今場所重量いかがだったでしょうか重量はいそうねあの優え はい、終盤まで残ってましたよあ、あのー、それなりにね、ええあのー、今場所もやっぱり見るところ多かったんですけどただ人気の宇裏、えーまあ、はそれなりに頑張りましたけれども、はい、まあ石浦は負けしてしまったということもあってねちょっとその点はあ残念かなと、まあ、あとはそうですねえっとガがガ丸が筆頭で勝ち越して。はい たんでしたよね。そうですよね。でガガマルはずいぶんあのなんていうの体を絞ったんですよね。十四五キロ二十キロ近く痩せたっていう話でしたね。二十キロぐらい痩せましたかね。ええというようなこともあってあのやっぱりちょっと太りすぎというかね。やっぱり動きが良く良くなかったですもんね。それが良くなったという点ではあの非常に良かったかなという感じはしますね。うん。 あと、正代良かったなと私は思ってます。正代六、ね、敗五枚目で。そうですね。ええ、あの、体立派なもんがあるから。ええ、よく言われるのは、ちょっとネガティブな。あの、なんていうのかな、発言が多いので、後ろ向きだとか、はいうんうん。もうちょっと、あの、前前行ってもね、いいかもしれないです。ただ、あの、白星が重なってくれば、自然とそういうのが前向きになって、ポジティブな。 言い方をするようになるのかもしれませんけどね。テレ本人のテレ隠しじゃさ。それももちろんかなり自信があるんじゃないかと思いますけども。でもあの体はねやっぱり立派ですよ。だからそういう意味では楽しみですよね。あのインタビュールームでのインタビューの内容やっぱり自信があるっていうかかなり野望を持ってますね。そうですかね。そんな気がしました。えっとあとそうですね真裏の話をしたのでちょっと若干あの。 離れれれるかもしませんけどよくテレビの報道やねんか見てるとメディアの報道新聞なんかもそうですが確かに学生時代いぞりで勝って何回か勝ってイゾリの裏みたいんで有名になりましたけれど今場所もそれに近いのがあったというんでね残念ながら決まらなかったけですけどイゾリはいつ出るかみたいなことを随分言ってましたけど私どう見てもね まあ、体が少し大きくなったってこともあるんでしょうけど、ええ、イゾリはあまり出てないと思うんですよね。今、もう、えっ、ー、と、たすきぞりか。はい、伝え。た。ぞり。だと思いますね。ええ、イゾリにはなってないと思うイゾリにな,なるにはね。ええ、やっぱり相当も、もちろん、あの、俊敏に動くってことも大事ですけれど。うん、完全に相手の、これ潜り込んで、うん、そして反り返って、相手を、まあ、一番、あの、えー、理想なのは、あの、持ち上げて、バーンと後ろに反ることなんですけど。はい まあそこまで行かないまでにも完全に相手の懐にこう潜り込んでしまうという形にならないとイゾリにはなかなかならないんだけれど、はい、そういう点ではちょっと今はいぞりではなくて。 さっきも言いましたけれどもたすきぞりか伝えぞりまあ種目ぞりっていう場合もちょっとあるかもしれない伝えゾリっぽいですね,手ねそんな感じですよね。うん、あのカブトムシがひっくり返すみたいなあれ昔の映像であまりにもあれがちょっと強烈なんでああいう印象が強いのかもしれないですよね何かっていうとなかなかなないぞり、ね、イぞりで、ええ、で実際にあの伝えぞり風のをね、ええ、やってても「はいぞり!」ってこうみんな言うようになっちゃってう、はいはい、それはだからちょっと違うような気がしますね。 えー、さて、それではですね、はい、まあやはりあの千代の富士の、えええー、亡くなったお話をしなければいけないのかなという気はしますが名古屋場所途中までいらしてたんですよねまただ、私残念ながらあの見かけませんでしたけれども古屋に行ってたんですけれどもねまずじゃあちょっとその千代の富士から若干離れるかもしれませんけれど、えええー、考えてみるとあの 去年北の海が亡くなって、はい、から3年前には逮捕も亡くなってるわけですねで,すねでこのところまあそういった大横綱が次々に亡くなって、ええ、でこれ考えてみるとみんなあの北海道の出身なわけですよ。たたまたまですかね北海道出身の横綱っていうのは今までに8人出てまして、はい、これはまあ今最多なんですけれども、ええ、今北海道出身の関取っていると思いますかあ

極大戦も今場所東の十両の13枚目で7勝8敗なので来場所14枚ありますからぎりぎり残るとは思いますけれどね最近、極大戦でいうとその話題で持ちきりですよね。かつては北海道だらけっていう時があ,のあったわけですよ。はい、でそういう点でいくとねえ北海道頑張ってもらいたいなという気がします今、北海道の力士はね下まで入れて全部で16人。あえ 全部で十六人しかいない。あ、それだけなんですか。それだけ。で、さっきも言いましたけど、重量が一人。はい。で、幕下も一人なんですよ。で、あとは、あの、三段目、え、三人だったかな。はい。で、そんな感じにね。あ、上の方いないんですよ。うん。だから、すぐに次次、あの、北海道。次世代誰っていうのは、なかなか。そうなんです。言えないんですよね。だから、そういう点でも。北海道で頑張ってもらいたいなと。はい。あの、もう、歴史のあるところですからね。え。で。 さてとそうあの旭、えー、大社の話はいいね、はい、あんまりごちゃごちゃ言わなくてね、はい、<laughs> であの去年北の海が亡くなって、はい、それでえ貴、ー、ノも去年亡くなったんですよね。ででししたた。ね。はいはい、歳亡くなりました、えー で大宝さん72歳、はい、で白宝時代の柏戸さんは何歳だか分かりますか結構なお年でしたっけ 歳なななんんんですそもちょっと柏さんの時は僕はちっちゃかったのでかなりおじいちゃん的に見えたんですがつまりね還暦の土俵入りはしてないわけですね。還暦の土俵入りっていうのは立山という強いのがいましたね突っ張りの立山ですけれどもねひとつけ半っていうやつですけれどもこれが22代の横綱で昭和37年に還暦の土俵入りをしてからこういうのが一つの定着したね還暦土俵入りっていうのは。 その立山で38人の横綱が生まれてるんですけれど、完、はい、暦の土俵入りをしたのは何人ぐらいだと思いますか？えー、どうなんですか？20人いるかいないか。10人なんですよ。あ、10なんですか、えー、？4分の1ぐらいですか、ね？そう。もう本当にね、えー、まあ寿命といえば寿命なのかもしれませんけれども、えー、例えばこと桜も66で亡くなりました。えーえー、解決さんもね。 えー、離れ駒前の元の理事長も六十六でした。はいはい、で、あの千代の富士のライバル高野里。ええ、これはいくつからかわかりますか。か高野里早くなくなったようなイメージですけど。五年前に亡くなってるんですよね。ええ、五十九歳。ええ。うん。じゃあ、あ高野花は。先代の高野花。高野花。お父さんも急に亡くなったイメージです、ね。うん。五十五歳な。あ、五十五ですか。ええ。じゃ、あなんと言ってもね。双葉山。うん。うん。 二葉山は二葉葉山山も意外と早かったっったていうイメージでです。す歳ね、えー、やっぱりを破った秋の海が64歳なんですけどあ<ー>64歳っていえば土地若の土地錦も64歳、はいえー、土地錦亡くなるちょっと前ぐらいまで私は部屋へ行ってねたまたまね部屋っていうのはあの病院のね。 産婦人科みたいなところ入ってたんですよ。普通のところ入ってしまうとわーっと怒られてしまうんで、そうなんですよ。で、若の花、土佐若時代の若の花、鬼のこの方は長生きでした。そうですね。理事長ずっとやってましたもんね。八十二歳。で、現役でね、あの亡くなった横綱っていうのも二人いるんですよね。えー、まあ玉仁式、これはまああまりにもちょっとあまりにもってかちょっと古いですけれども。 玉上さん。玉上さん。北玉の。うん、そう。二十七歳ですよ。あ、そうですね。はい、うん。だからね。やっぱりその。まあ、これは体が大きくなって。 えー、なかなか難しいってこともあるのかもしれませんけれどもねまあこれ、ちょっと平成になってからどうなるかっていうのを見たいところでありますが、ねうん、やっぱりその医療技術というかそういう,なんていうの健康管理というか、はい、そういう部分を見て、まあ、平成はこの4分の1っていう数字がもうちょっと上がるんじゃないかなっていう感じがしますが63.6歳っていうね、えー、平均寿命が出てるんです。これがねね、えー、ちょっっと待って、ね 今80歳ぐらいでしょああ日本人の平均日本人の平均の1人ですね。大体80ぐらいですよね。はい、でそれに対してね確か関取だったと思いますね、はい、えの平均寿命を、あのー、調べましたら63.6歳だそうです、はい。20ぐらい低いと。うんえー ここのところの力士のとろ平均寿命のようにう圧倒的な短さというかうなんです関取のね、はい、あの関取衆のということでねそういうことを考えるとね、あのーまあ、相撲も、あのー、太ってしまったので突き、ええ、押し相撲がすごく増えたじゃないですか、ええ、そのかつてのそれこそ千代の富士の相撲みたいにね四、はい、つになってっていう相撲がやっぱり減ったんですよ。ええ、でそれ考えるとね、ええ これはもう前から言ってるんですけど、土俵を私はね思うんですけど、土俵をもうちょっと広くした方がいいんじゃないかと、うん。そのことであの太ってた人間がこれ動けないとダメなんだっていうことで、少し細く細くっていうか筋肉質へという移動が でスモっプリも変わってくるんじゃないかという気はするんですけどね。私はまあ土俵そのままで、うん、まあ過去の記録とかの,あの継承も途絶えるのでなのでもうこれは歴史の方で体を管理するしかないんじゃないかなという気がしますが慶應の,の,の方まだいっぱいいますしね原、うん、富士だとかね鶴、はい、竜とか白鵬だってそんなにじゃあ大きいかっていうとそうではないので。ただね あの春マ富士軽量軽量ってけどももう130キロ超えてるわけですよね。で千代の富士は126キロでやめてるわけです。はいはい、ね。でその前の力士なんか見てるとあのもちろん一時大きくなりましたけれど、うん、それでも大砲があの大きくなっても160くらいでしたかね。うん、確か。であのそんなむちゃくちゃ大きくはなってりきていないんですよね。えー、ところがまああのいわゆる えっと南太平洋系がどっときて、はい、ハ,ワ勢ハワイをはじめとしてねでここで一気に体が大きくなったなという感じは正直言ってしますけれども、ねええまあ、今もあれじゃないですかその、うん、外国出身力士を除くと日本人だけにし、はいうん、限って統計を取ると随分違うものになるんじゃないかという気がします、はい、あそれはありますねあ大きい人が大きすぎるので <laughs> 一気にあの平均値上げている場合はあるかと思いますそれはありますね。というところでまああのー。 千代の富士が、ねはい、あの亡くなったのはとても残念なことではありますけれども、ね。千代富士さんというかの、まあ、重さんはね、うん、あの体ですから、はい、まあ病気もおす相撲さんだから太ってたからっていうような割り切り方では、うん、まあ説明がつかないんじゃないかという感じなのでいろいろと報道を見てるとやっぱりお相撲さんはあのー、短いんだねっていうのはちょっとそれは当たらないんじゃないかと。 <あ>いう感じがしますね。そういう声多いんですよ。こうい報道を受けて。あの平均寿命は短いのは確かなの。うそうですね。これはあのー。 太ればいいっていうもんではないっていうふうに考えて体作りをしした方ががいいような気がします今はねとにかく太れ太れでやってましたからねいやこれが、あのー、心臓疾患ですとかそういう、うんあのー、関係身体に負担のかかる、うん、あの病気ですとやっぱり今までのがっていう話になるかと思うんですけどす臓がんだとやっぱりあんまり太ってる太ってない関係なしにむしばむ病気なので、うん、まあちょっと今回は特殊かなっていう気もします。 あと千代の富士というとやっぱり脱臼なんですよね。ああさんざんねしてましたね、えー。左肩十何回、はい、右肩もやってますからね。私ちょうど、えーえー、そんなのも見ましたけれども、はい、あのちょうどあの千秋楽の日にねやっぱり肩外してしまって二十七回目のあの優勝の時だったんですけどね。これよく出てきますけれど、そうですね。あのお腹のところに左の手首を、はい、テープで固定して固定して、はい、と、はいえー、いうようなシーンがね。それであの 支配をくというのありましたけど、はい、私もちょうどあのーえー、場所の直前にですね左肩を脱臼しまして私も脱臼壁がかあるんですけどね<あ>左肩だけだけどだからそういう意味でもなんかある種の親近感はね、はい、妙な親近感ですけどあの心配なのはこれでちょっと部屋が、ね、あの勢いがある 状況に戻ってきたのでそのここの部屋が、はいはい、ですからちょっとねあの中代の国はじめとして、うん、あのみんな頑張っていただきたいなと来場所は思いますが、はあ、それは思いますねはいえー、まああの中代の国本当にあの取材に行った時はなんかでもね、えええー、ゲームをやったりなんかしてるわけですよそうするとねこれがあの結構ね うまいんです例えばゴルフゲームとかね、ええ、ま昔のねテレビゲームでしたけどもね企業な,、ね、なんですよね、はい、で一緒の部屋の星ね、ええ、あの北斗美さんなんかはあんまり上手じゃなかった、はい、<laughs> だからねいろんな点でやっぱりあの千代の富士はまあ 運動センスがセンスがいいんですね。というところはありますね。あとあれやってましたねジグソーパズルれね。頭のトレーニング。好きなんですよねというところですかね。じゃあもうちょっとあの元地方大会の新たな心の弱い方に頑張っていただきたいなと私は思いますが。ということでもうちょっと今回はアップが遅くなりましたけれどもまあ あの千代の富士さんが亡くなったという、ねはい、あの大きなニュースが入ってきて、えー、しまったので、ええ、あれでしたが九重、あのーまあ、部屋、これからも、あのー、それこそ、ねえー、頑張ってもらいたいと意思を継いで、ねうん、頑張ってほしいです。